庭菜園ライフ。皆さん新年明けましておめでとうございます。農家直伝家庭菜園ライフでは、収穫までの早さを軸に1月のおすすめ野菜のランキングを紹介してまいります。こちらもぜひ見てください。和光市で菜園をやってます下道です。今日は狭い場所でミョウガを栽培するコツをご紹介したいと思います。なぜ狭い場所でというタイトルで紹介したかと言いますと、ミョウガは普通の畑の中央付近に植えますと、特にミョウガは地下を張って隣の畑に芽を出すということがありますので、なるだけなら畑の隅とか軒下とか木の下とか半木陰になるような場所を選んで栽培した方がいいと思います。今日は狭い場所で植える方法と、区画を区切って植える方法を紹介していきたいと思います。一つ目は、ミョウガを植えた方がいい場所がありますので、そこを整理して紹介していきたいと思います。一つ目は畑等の隅っこですね。植えた方が後々のためによろしいかと思います。特に後作を考えずに植えますと、非常に植える場所が限定されますので非常に困りますので、場所の選定をよく考えて植え付けをやっていただきたいと思います。ミョウガというのはやっぱり日陰の方がよく育つんですね。したがって2つ目は、畑の隅っこ等に木陰ができる木が生えておれば、木の下とかお家であれば小さな庭があって、軒下の日が当たらないようなとこを選んで植えたりということが非常に大事になってきますので、その辺も選んで植えてみてください。今回植える場所を紹介します。こちらをご覧ください。ここの場所は畑の一番隅っこで三角地帯になっている場所です。ここには何も通常植えませんので、日が当たらなくて木陰になった部分にミョウガを植えたら非常に育ちますので、こういう場所を選定して植えたいと思います。ここの場所は大きな木とかありませんけども、すぐ隣がですね、高い建物がありますので、そこの建物の陰になって非常にミョウガの栽培には適している場所だと思います。じゃあここに植えていきたいと思います。ミョウガは一旦植えますと多年草でありまして、だいたい10年ぐらいは栽培できますので、その間肥料等はいりますので、肥料をたっぷりと入れて土作りをやっていきたいと思います。まず牛糞堆肥を1平米あたり1キロぐらい入れます。ちょっと多くても大丈夫です。はい、次に鶏糞を 100cc ほど入れます。苦土石灰を事前に入れるんですけども、今日はとりあえず 50cc ほど1平米あたりに苦土石灰を撒いてください。あとは肥料を混ぜるような感じで耕してください。ミョウガは畝をだいたい作る人が多いと思いますけども、基本的には平畝といって畝は必要ありませんので、このままの状態の土の上に埋め込んでいくだけで栽培できますので、やってみてください。ここで重要なポイントがありますので紹介します。こちらをご覧ください。こちらにはアスパラが芽を出しております。ミョウガというのは先ほども言いましたように、地下を通って隣の畑に伸びていったりということがありますので、それを防ぐためにこのアスパラを植えてる場所からミョウガの場所の方に、こういう波板のトタン屋根でもいいし、ない人は板でも結構ですので、ここに今私が板をコンパネでここを仕切ってるんですが、こういう風な感じでやってもどちらでもいいので、今日はこの波板を使って防ぎ方を展示したいと思います。
まずこちらにですね、波板を埋める穴を約2ないし30センチぐらいの穴を掘っていきます。はい、そしたらこちらの方に波板を埋めていきます。目がこちら側に侵入するのを防ぐ波板です。このように狭い場所で植える場合は仕切りを必ず作ってやってもらいたいと思います。このように広い場所に植える場合はさほど気にはならないんですけども、狭いとこを仕切る場合は波板を入れてください。または板でもベニヤでも結構ですのでやってみてください。なぜかと言いますと、これを見てください。この茎がやがて下潜り込んで隣の畑に行きますので、他の野菜の生育に影響を及びますので、狭い畑では必ず仕切りを入れた方が安全だと思います。ではミョウガの地下茎を植えていきたいと思います。地下の茎はですね、このように四方八方にタコの足のように伸びてますけども、芽がもうすでに出てる茎があるんですね。これが芽なんです。一つ目の芽、そしてここに二つ目の芽があります。このように一つの長い茎に3から4つの芽が出てますので、この芽が出た茎をですねカットして一本として見てください。これが一本です。こちらにも芽がちょくちょく出ておりますので、まだ芽が出て少しなんですけどもですね、まだ大きくはなっておりません。ここら辺にもポコポコっと出てます。このように一本の地下の茎に芽が3つか4つついておれば十分だと思いますので、このように切ってから植えてみてください。今回は植えてあるのを移植しますけども、春になりますとホームセンター等で販売されておりますので、それを購入してきて植えてもいいし、またはお友達等がミョウガを植えておれば何株か分けてもらう手もありますので、ぜひ相談してみてください。今から植えていきます。まず植え穴を掘っていきます。だいたい植える穴は深さは10センチです。10センチで、十分間に合います。大きくなりますけども、このくらいの小さな場所でも十分育てられますので、やってみてください。芽がこのように出てるのを上向きに並べていってください。これを下に向けますと非常に難しいので、この芽が上になるようにこのように並べていってみてください。地下茎の中心から約30センチほどのところに並べていっていただきたいと思います。ここには約15センチぐらいの長さの地下茎を3本ほど植えれます。あとは埋めていけばそれで十分です。このように埋めていってください。はい、これで植え終わりました。複数植えたければまたこちらから約30センチぐらいの植え幅で穴を掘っていってもらいたいと思います。でこちら側にもこのように並べていっていただきたいと思います。ミョウガは乾燥に弱いんですね。湿気を常に好みますので、植えた後にこのような藁等があれば藁等を植えた上にこのように敷いてください。藁がない人は雑草の枯れたのを置いといても大丈夫です。それとまたは粉炭とかもみ殻でも代用できますので、このように保温を兼ねて、乾燥防止の処置をしていただきたいと思います。で最後に水をたっぷりとかけていただきたいと思います。その後の水やりは
必要ありません。お世話の段階で来年芽が出てきた時に定期的に水やりをやってみてください。今日は狭い場所にミョウガを植えるコツを紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。